はい、ヒロです。今回、金魚という生物をあなたはどのくらい知っていますか？これを知ることによって金魚の接し方が変わるかもしれません。今回5つのポイントに絞って金魚について話していきたいと思います。まず1つ目が金魚の体温調節について、で2番目に生存可能な温度、3番目に金魚の運動能力と消化について、4番目が金魚の産卵について、5つ目が寿命と睡眠について話していきたいと思います。はい、では金魚の体温調節についてまず話していきたいと思います。金魚は変温動物です。そもそも全ての魚は変温動物なんです。変温動物とは何かというと、体温を一定に保つことができなくて、外の温度と一定になってしまう体温がですね、そういう動物のことを言います。でつまりどういうことかというと、20度、外の気温が20度だったら自分の体温も20度になってしまう。で30度だったら自分の体温も30度になる。まあ、人間で考えるとすごいびっくりすることなんですけど、彼らはそれをやっています。はい、で変温動物は環境のゆっくりとした温度変化に対しては強いんですよ。まだなんですけど、急激な温度変化に対しては弱くて、ショック死してしまったり弱ったりしてしまうんですよね。なので水を変える時とか、その時急激な温度変化を与えてしまうと金魚が弱ってしまったり、まあ、魚全般弱ってしまったりするので注意してあげてください。あと手の表面温度が結構高いので、手で触る時に金魚が火傷してしまうところが結構あるんですよ。まあ、結構盲点だと思うんですけど、そんなもんでと思うんですけど、結構なってしまって、なので手を冷やしてから金魚を触る時は触ってあげてください。はい、であともちろん当たり前だと思うんですけど、淡水魚なので海水では飼えません。で塩分濃度 1% ぐらい上げるものであれば治療とかでよくしたりするので、それは全然問題ないんですけど、基本的に淡水魚なので海水では飼うことは難しいです。はい、生存可能な水温は1度から13度ですが、5度以下になっちゃうと冬眠状態になってしまって、逆に30度を超えてしまうと餌を食べなくなります。金魚は餌をよく食べて、活発に動くっていうのは15度から28度ですね。で逆に餌を食べない温度になったら基本的に餌を与えないでください。で30度になった時に餌を30度を超えた時にね、餌をあげてしまうと、その餌を食べない餌によって水が腐ってしまって、最悪金魚は死んでしまうことがあるんですよ。で逆に5度以下になってしまうと餌を食べる時はあるんですけど、餌を食べたことによって消化不良を起こしてしまって、最終的に病気になってしまったりして金魚は最悪死んでしまうことがあるので、基本的に餌は控えてください。金魚の特徴と消化についてですね、金魚は観賞用に改良されたため、頭が大きかったり、ヒレがちょっと大きくなって、泳ぐのはすごい不得意な品種も結構います。このような運動能力に欠けている金魚というのは強い流れがあると流されてしまうんですよ。まあ、それでストレスになってしまうのもありますし、消化に関しても面白いことがあって、金魚は胃袋がないんですよ。腸しかないです。つまりどういうことかというと、絶えずお腹が空いている。まあ、胃袋というものはないので、満腹という感覚はそもそもないんですよ、彼らは。あと、一度に大量に餌を食べることはできない。まあ、胃袋のように溜めておける場所がないんですよね。なので結局いっぺんに大量の餌を食べることができない。じゃあどう餌を与えればいいのか、ここはポイントなんですけど、少量を頻繁に餌を与える。少し少ない量を1日に5回とか、そうすることによって金魚は成長します。で金魚は人間と同じように雑食性でいろいろな食べ物を食べています。なのでミジンコとかイトミミズ、あと水草とか、小麦粉などを食べますね。なんですけど、経験がある方もいると思うんですけど、水草を金魚の中に入れて、水槽ですね、入れてたら、水草ボロボロにされたとか、水草がなくなっちゃったとか結構あると思うんですけど、食べてるんですよ。なので何でも食べます。はい、で、まあ、今は植物性とか動物性、いろんなものを回せた感じの配合飼料っていうのが販売されているので、金魚の飼育にもすごい適している飼料が今いっぱい販売されています。はい、金魚の産卵についてですね、金魚の産卵ですけど、春から夏にかけて、まあ、初夏ですね、にかけて、メスは5000から1万ぐらいの卵を産みます。で、体外受精した卵はですね、水温は20度な5日ほどで孵化します。で、稚魚は色がなく透明なんですよね。で、まあ、大体少し経っていくと黒くなってきて、2ヶ月ぐらいすると、金魚らしい、赤とか、白の色になってきます。でも、ペットショップに見かける金魚になるまでは、最低でも3ヶ月ぐらいかかりますね。はい、で生後 1,2 年くらい経つとメスは繁殖可能になって産卵できますね。でオスは追い星といって、エラのところに、エラ側のところですね、白い点々がつくんですよ。これは病気ではなくて、発情しているオスがちゃんと生殖しましたっていう証なんですね。で、オスはその時はオスはメスのことを追いかけるようになるんですよ。追いかけるようになって、別にそれを攻撃してるわけじゃないんですよ。まあ、中には激しく攻撃してしまうやつもいるので、その時は別々の水槽に分けてあげてください。はい、で金魚の寿命と睡眠についてですね、寿命は大体7年から8年と言われています。まあ、20年以上生きたっていう記録も実はあるんですね、金魚は。でそもそも金魚の年齢はどうやって分かるのってことは多分疑問になると思うんですよ。実は鱗に成長線っていうものが年輪で、数えることができます。まあ、木の年輪と同じですね。あれとかなり似てます。はい、それで年齢が何歳かってことを見極めることができます。で金魚も眠ります。
そんなイメージないと思うんですけど、金魚も暗くなると基本的には寝ます。ただ金魚たちはまぶたってものがないので、目を開けたままですね、基本的に。はい、で暗くすると水槽の底とかでじっとしています。あれ寝てるんですよね。まあ、実は昼間もあの水槽の底とかで寝てる時は実はあるんです。まあ、というのも金魚の睡眠というのは2時間から3時間とも言われてだいぶ狭いんですよ。ただ2時間3時間連続寝てるわけではなくて、10分寝たりとか20分寝たりとか小刻みに寝て合計2時間から3時間寝てるということなんですよね。まあ、これは本能的に先祖が不能なんですけど、その敵に襲われないために小刻みに寝て過ごしているっていう、その前からの生物的な性質があるので、そういう感じの寝方をしています。はい、いかがだったでしょうか。金魚の体温調節、消化について、あと睡眠についてですね、人間とだいぶ違うところがあると思います。その違いを理解してあげて、ぜひ金魚と接してあげてください。ありがとうございました。